えー、皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただき、ありがとうございます、えー。神奈川県は川崎で開業しています、桜市会の沢村です。えー、12月も後半になり、大晦日が近づいてきましたよね、えー。年越しが近づいてくると忘れてはいけない年中行事がありますよね。それは大掃除ではないかと思うんですよ。 大掃除は来年が今年よりも良い年であることを祈願してまあ、また新しく良いスタートが切れるためにですね今年、自分の身の回りに起こったまた感じた等の有形無形のよ用なものを清め、払いけじめをつけるために行われて行われるものだと思います。また えー、そうすることによりですね、すがすがしく、すっきりした気持ちで、えー、新年を迎えられるのではないでしょうか。まあ、この大掃除の習慣、いつ頃から始まったかご存知ですか年末の大掃除が一般に定着したのは、実は江戸時代で、 江戸幕府が江戸城の大掃除を始めたのがきっかけで庶民にも定着していったんですではこの大掃除いつ行われていたかというと年末ではなくて12月13日だったんですそこで今回は12月13日は何の日なのかお話ししたいと思います12月13日は寄宿日、騎宿日鬼の宿る日と書いて寄宿日と言いい結婚婚礼以外は何も しても何をしても基地、えー、になるというとっても縁起の良い日なんですなんで結婚婚礼がまずいかというと結婚して、えー、奥さんになった方が、えー、先ほどお話しした「えー、寄宿日の鬼」という字の「鬼にならない鬼嫁にならないために結婚婚礼はあまりしない方がいい」とのことでした、えー、そのため1月1日のですね元旦を迎えるための、えー、準備をこの日からするのが良いとされていました えー、正月の準備を始めることを正月ことはじめと言いいこの正月はじめには正月ことはじめには大きく3つの習慣がありましたすす払いと松向かいと年男ですその中で、えー、最初に行われたのがすす払いだったので12月13日はすす払いの日とだったのですすす払いのすすとは、えー、家などの建物の天井壁などに えー、ついたあたまるき目、えー、の細かいほこりや、えー、有機物を燃やした時、えー、不燃焼、えー、不完全燃焼を起こして、まあ、生じる、えー、黒いっぽい炭素の微粒子をいうのですが、えー、現代と違って電気のない時代は暖房や炊事お風呂に至るまでですね、えー、炭や炭や あ薪を燃やす必要があったわけです、えー、あとですねあの換気扇といったです、ね、便利なものもなかったわけで廃棄できず汚れを含む煙の微粒子が、えー、室内にこもりますし当時の照明器具だったろうそくやアンドん,んの,です、ね、あの油から燃えかすが燃焼し,発生しです、ね、燃えかすが発生しほこりと一緒になってです、ね、建物の中で黒く汚れてしまったわけです。 そんなことで、すす払いは、すすで汚れてしまった室内を掃除するという目的で必要な家事だったんです。まあ、日本の歴史でですね、すす払いのですね記憶記録がですね、最初に出てくるのは平安時代です。えー 延期式といいう法典に詳しく記載されています平安時代の宮中ではですねあのお宮の中って書いた宮中ですね宮中では12月にですね一年のすすを払い新年を司かる年神様を迎えるために神聖,なの行事神聖な清めの行事だったんですまとめをするとすす払いは平安時代から行事で えー、日時が定着したのが江戸時代で12月13日の縁起の良い日で、えー、正月の準備をする、えー、正月ことはじめという行事の中の一つでありこの目的はもちろんすす、えー、で汚れた部屋家建物をきれいにするということが第一義ではありますがそのことから発展して信念を司る年神様をお迎えすることに なのです年、えー、神様はですね農魂、えー、の神様で、えー、先祖の霊を守る守護神、えー、祖霊神 まあでも、ですねあると考えられているため、ですね、えー、新年に私たちの家に家にですねあのいらっしゃっててあの生きる力とか恵みとか祝福を授けてくださると言われております、えー、そこで自分たちのためだけでなく、年、えー、神様に、年神様を失礼がないように迎え入れるために、ですね家の中を、えー、清めるということなんです。えー 例えばですね神棚仏壇、えー、床の間 今はもちろんのこと、特に念入りに掃除されていたのが、されてきたのがですね、台所なのです。台所は、えー、人が生きていくために、えー、欠かせない料理を作る場所で、台所を近く汚くしているとですね、えー、生命力も落ちやすくですね、えー、その家の運も逃げてしまうという、考えられていたからです。えー、またたそこかからです、ね、浴室お風呂とと、まあね、トイレといった水回りも の念入りに行うようになったのです。まあ、今までお話ししたことは家建物についてでしたけども、も、えー、ご自分のお体についてはどうでしょうか？まあ、あの台所や浴室、トイレのトイレ等の水回りが汚れていると生命力が落ちると、えー、先ほどお話しましたけど、体の中の水回りといえば、まずは口の中ではないでしょうか。また、家や建物の煤を体の中で例えれば。口の 中の着色ステインではないでしょうかすすがどんなものかについてはこれもまた先ほどお話ししましたけれども細かい埃がお茶やコーヒーワインに含まれる色素に相当しますし不完全燃焼時におけるまあ、生じる黒っぽい炭素の微粒子がタバコのやにニコチンタールに相当するのではないでしょうかまあ当院ではあのこのステインを除去するのに、えー、紙面に薬効成分がある粉末の をを、ね、水と一緒に圧を加えててて吹き付けて清掃しています、えー、テレビの通販サイトの、えー、コマーシャルで壁の落書きを落とすのに使われているケルヒャーというものを見られたことはないでしょうか、まあ、それの鹿バージョンといったところのものです。 えー、そしてそれに使用する機械はですねあの汎用、えー、こういったあのー、地下の治療台につけるようなものではなく、えー、ステイン除去にですね特化した、えー、専用のものを使用しています、えー。これは写真を今貼り付けておきますので見ていてくだおいて,いてください。えー、また、ですねあのー、こまめにですねパワーや水圧を変えることができるので。えー 施術されるですね、肩の歯に優しく傷つけることが少なく最も良いコンディションで行えるんです、えー、パウダーも、えー、それ専用のものでかなり粒子が細かいものを使っていますその後ですね、あのー、数種類のクリームで磨き上げてですね一応ですねう、まあ、ちでは見えるかしらこういうふうに何種類ものクリームを用意しておりまして患者さんに合わせて使わせていただいてるんですけどもえー まあ髪の毛の、えー、シャンプーした後とってトリートメントしてですね傷んだ傷あ傷んだ髪の毛をですねケアしませんか、えー、あのー、当然こういう、えー、ステインを除去すると、まあ、歯の表面も、えー、多少傷つくので歯の表面もですねトリートメント剤こういうやつですね歯の さえ、再エナンメル化を促し、アンチエイジング効果を狙っています。そして、仕上げは、えー、虫歯予防のため、こういうフッ素があるんですけど、フッ素、こっちかしらね、フッ素。 こういういを、えー、トップしているんですまあ、1年間頑張ってくれたあ体をいたわる意味合いからまたそしてですね新しい年を迎えるにあたってまあ、年神様に来ていただくため、えー、今年自分の体にも、えー、けじめをつけるために、えー、魂を更新するパワーチャージをするためにもまずはあ健康といえば、えー 健康あってのものではないでしょうかねまず健康の源といえば、えー、食べること食べることといえば口歯ですので歯のすす払い歯のステイン除去を1年の締めくくりとしてしてみてはいかがでしょうかまあ以上すす払いのお話でしたお口と歯のことで何かお悩みの方は当院にご相談ください、えー、連絡先は概要欄に記載しております皆さんご自分の歯大切にされていますか 本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます動画アップのモチベーションを維持するために皆さんの温かい応援チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いですよろししくお願いします